て建築家とか、まあ、それに近いような仕事してる人ぐらいが読む、それ以外の一般の人は普通読まないような本なんだろうと思うんですけど、その猫のための家作りっていう特集が、その猫好きがすごいハマったらしくて、一般の人が買うもんだから、普段買わない一般の人が買ったもんだから、なくなっちゃったの、その雑誌が売り切れちゃって、で増刷っていうのを新たにすらなかったらしくて、もう品切れで1600円ぐらいの一冊、1600円くらいの雑誌だと思うんですけど、 Amazon のそのいわゆるカスタマーなんとかみたいな、まあ要は中古の本みたいなことで売ってるのが3000円以上して4000円くらいまで跳ね上がって、祭り上がったのかな、一時期1600円ぐらいの本がもう ないもんだから、すごいことになってたんだよ。奥さん、まあ、うちも猫いるもんだからさ、これ読みたい、どうしても読みたい、欲しいっていう、結構値段も3000円以上、4000円、送料含めたら4000円以上するけど、いや読みたい、ぜひ読みたいっていうのが奥さん。で、俺は俺でそこはさ、貧乏なんかあんまり自慢になんないけど、貧乏長いもんだからさ、この手の本が図書館にあるなっていうの分かるわけよ。ですぐ調べると、結局ね、埼玉市だけでね、そのあの手の専門的な雑誌と割と図書館取ってること多いらしくて、結局ね、その1月号5冊あるんですよ、埼玉市の図書館だけで、蔵書が。で、すぐこれ入れてさ、5冊あるもんだから、これだよっつって奥さん見せたらさ、うん、ありがとう、面白い、面白いっつって読んで返すときね、どうだった、返すときどうだった、どうせ来た、面白かった、よかったって言うから、うん、読んだからよかったなっつって、やっぱり欲しいって、なんかよくわかんないなんか欲しくなっちゃったらしくて、その本がさ、市内の図書館で5冊もあるんだから、いつでも借りれるんだけど、どうしても欲しくなっちゃったらしくて、4000円以上するけど、総力で4500円とかになっちゃうけど、欲しい、それでも買うって言ったら言うだね。で、うちはアマゾンで買い物するときは、あのもう最近はもう必ずあのコンビニでそのカードみたいの買って、ポイントカードみたいの買って、それでポイントで買うことにしてるんで、コンビニでさ、そう4000円とか、まあ、5000円だよね、カードで言ったら、あんまりコンビニで5000円とか普通使わないじゃん。だからそれがね、買うって、じゃあもう欲しいから、欲しいって言うからもう買おうと思ってたんだけど、でポイントカードを5000円のカードってなかなかね、コンビニで買わないんで、そのまま伸び伸びになってたんだけど、それが栽培したのかどうかさ、その出版社がさ、まだまだ需要あるっていうのをもう分かってるもんだからさ、その結局編集し直して、その1月号をね、でちょっと内容増やしたりして、単行本化して売ってるんですよ。1600円ぐらいかな、単行本たくさん、これ出てるよ、新しい、買えるよ今なんつって、すぐ買ってさ、来て読んでて面白いんですけど、まあ、猫がいるうちはこういう風にするといいですよ、こういうのはちゃんと気をつけないと危ないですよみたいなこと書いてあって、すごく読みやすいし、専門書の割にはね、すごい、なんて言うんだろう、その
難しいこと書いてないのね。表現が普通の人向きの表現ですごい読みやすくてびっくりしたんですけど、あのすごい分かりやすいっていうか、まあ、読みやすい読み物なんで、あのそれ1600円でまた結局買えてね。でもしさ、あの時さ4000円とかさ4500円とか払ってさ買ってたらどうかなと思うんだけど、多分それでもその時は分かんなかったんだからしょうがないよねくらいの感じだったんだろう。あんた買わなきゃよかったねってことにはならないね。まあその時はそれで分かんなかったんだからしょうがないよねぐらいの感じになるんじゃないかな。んだ俺んちもいろんなことを乗り越えてきたんですごく強くなったんじゃないかなと思って、そうするとまだいいこともあるよっていうことなんだなと思いました。